研究交流旨、角田空センター管理旨、角田空センターは、宮城県角田市に位置する、独立行政法人宇宙、航空研究開発機構の研究施設。宇宙推進系の研究開発を主な業務としている。東地区と西地区に分かれており、間に行動が走っている。角田空センターの前身は、1965年に発足した。 科学技術庁航空宇宙技術研究所の角田支所と1978年に発足した宇宙開発事業団の角田ロケット開発室であり。角田支所では日本のロケットエンジンの水準を引き上げるためのエンジンの基盤技術研究を中心とし、角田ロケット開発室ではその成果を活用した実機エンジンの開発試験が行われていた。2003年10月に 宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所、宇宙開発事業団が統合し、宇宙航空研究開発機構が発足した。これに伴い両社は合併し、角田空センターとなった。角田空センターの土地は、第二次世界大戦前は、日本海軍の火薬省があり、現在は、角田空センター、自衛隊の施設や工業団地となっている。当施設で、 これまでに開発された液体ロケットエンジンには LE-5 とその改良型 LE-5A、LE-5B 及び LE-7 とその改良型 LE-7A などがある。80年代後半からはスペースプレーンや再使用ロケットエンジンへの適用を狙った熱応力緩和型傾斜機能材料や宇宙エネルギーの利用を目指した。 熱エネルギー変換型傾斜機能材料の研究プロジェクトが進められ、90年代にはスクラムジェットの研究に本格的に着手し、現在ではスクラムジェットとロケットエンジンとを融合したロケット複合エンジンの研究を進めている。1999年3月に完成した高温衝撃風洞は世界でも最大規模の大きさである H2 ロケット8号機。 LE-7 エンジン宇宙開発展示室では、試験用のロケットエンジンや複合エンジン、ターボポンプ、燃焼機、パネル、ロケットの模型などが展示されている。また1999年に打ち上げに失敗し、海底から引き上げられた H2 ロケット8号機の LE-7 エンジンを展示しており、屋外には、大型液体ロケットエンジンや H2 ロケットの第2弾、 燃料タンクも展示されている。入館料は無料。ありがとうございます。